どうもこんにちは、世界的 VIP 芸人です。気になってた端末があったんでちょっと買ってみました。こちらでございます。来ましたよ、かっこいいね。 F901IC でございます。わ、かっこいいね。デザインがこのボテってしてる感じ、昔チックでいいっすよねっていう感じですね。背面とか見てわかるようにボロボロなんですけど、まあいいでしょうっていう感じですね。ここのあのシルバーの塗装も剥げてます。こんな感じでございます。いい特徴としてはここのね、サブディスプレイですよね。ここ1インチなんですけど、割と大きくて見やすいのかなっていう印象ですね。でミニ SD カードが入るようになってるんで、例えばこれに音楽を入れて使うっていうやり方もできますよね。でもこの端末ね、その音楽っていう点で言うと、あの直接ね、あの PC から音楽ファイルを入れて再生することができるんですよ。基本的にガラケーに音楽入れたことある人だと分かると思うんですけど、超めんどくさいんすよね。なんかもうファイル名もなんかアルファベットに決まったやつがあるんですよ。なんとかかんとか00なんとかみたいなあって、それに設定しなきゃいけないし、そして指定のファイルも必ず合ってないと音楽再生できないしみたいな感じで超めんどくさいんですけど、この端末は簡単、ポイってやるだけ、ドラッグ&ドロップするだけでもうすぐ登記できるんですよ。超楽なんで、音楽携帯としては非常にいいのかなっていう感じですよね。早速ちょっと中開けましょうか、カット。こんな感じでございます。うわー、いいねー。メニューはこんな感じですね。アプリなんか入ってっかな。あー、残念ながら消されてますね。ディスプレイサイズが大きいので見やすいですよね。 2.4 インチになります。 2.4 の割には大きいなって感じるじゃないですか。テレビとかもそうなんですけど、ベゼルが太いとなんか大きく見えますよねっていう感じですね。実際の画面部分はこんなにちっちゃいのにみたいな感じですね。まあボタンとかも見てもらえればわかるんですけど、いわゆる楕円形の独立キーですよね。これは非常に押しやすくていいんじゃないかなと思います。でここの決定キーの部分の周りなんですけど、なんかサイバーチックで非常にかっこいいなって思います。でこの端末の特徴何かっていうと、ここですよね。指紋認証搭載なんですよ。こうやってやるとあのロック解除できたりっていうのができるんで、非常に面白いなって思いますね。あとはこのアンテナですよね。まあ伸び縮みはしないんですけど、この時期の端末ってこういうちょっと出てるアンテナ系の端末たくさんありましたよね。めちゃくちゃかっこいいっすね。まあ重量 129g なんで、そんなにまあガラケーにしてはって感じはあるかもしれないですけど、まあ、そんなに重さは感じないのかなっていう風に思います。でカメラに関してなんですけど、アウトカメラここにありますので、なんか指がちょっと映っちゃったみたいななりそうですけど、いいかなと思います。204万画素あります。そしてインカメラがついてるんですよね。32万画素です。非常にかっこいい。やっぱね、シルバーのボディってかっこいいっすよね。ここボタン部分の、はい、今の時代ね、こういうねガラケーを外に持ち歩いて、これであ、もしもしみたいな感じで通話してると目立つし、かっこいいし、自分のテンションも上がりますよねっていう感じですね。はい、というわけで今回はですね、まあ、ガラケー好きの僕としては欲しかった F901IC ゲットしましたっていうお話でした。お疲れ様でした。